ついてるね、ついてる、たまみもついてるね。君を愛してる。すごいですね。ついてるともみんでございますよ。すごいですね。だからジャージです、出てきたら面白いだろうな。そんな感じでございますよ。何ですかね今のためは面白いじゃないですか、こんな歌い方もどうには、いやクリスマスが近いからね、この愛の感情を出していきたいなと思ってるんですよ私は、だってさ、クリスマスを僕みたいに一人で迎える人もいるわけじゃないですか、世の中たくさんね、それをどれだけ楽しくしていこうかっていういいんですよ、ね、あのカップルさんだとかね、ご家族でね、こうお祝いとか、お祝いというかなんかね、そんなプレゼント交換とか楽しそうじゃないですかね、いいじゃないですかね、僕はそうですね、何しようかね、あ、犬たちになんかいいもんあげよう、あとウーパールーパーさんたちに家さんやってもらって言ったな、あとベンツさんとバモンスさんにはガソリン入れてあげよう、あと洗車もしてあげよう、これ自分に何しようかな、自分に何してあげようかな、でもな結構いろいろ誕生日プレゼントでな、自分でああだこうでやったからな、あ何の話をしてるんだろう違うよ、さっきのね自己重要感の話でね、あれでちょっと PS なんですけど、あの要は悩み相談してきてる人って、もうその悩みの解決する答えを出してほしい人とさ、あと話を聞いてほしいだけの人とかいるじゃない、で俺思ったんだけど、結局男の人ってその悩みに対してこうだとよああだよって言って答えを言いたがるんだけど、女の人の場合って聞いてほしいだけのことってあるじゃない、まあ逆でもあるけどね、男の人も聞いてほしいだけのこともあるしさ、ね、答えを求める時もあるけど、結局は答え出すのは自分なんだよね、でもさ、まあ変なじゃないけど魂でみんなつながってるわけだから答えはあるんだけどさ、だから要はその人が食べたものってその人の栄養になり、その人から排出されるわけじゃない、だからね、俺が食べたのからその人から出るわけでもないし、あその人が食べたのが俺から出るわけでもないんだけどさ、だからその人が何をどうしてほしいのかっていうのをさ、ね、さっきの彼の場合だと自分をなんか重要視してくれよみたいな感じのね、結局そこに気づいたわけだからさ、だから答えがどうなのこうなのっていうよりもまずちゃんと話を聞こうってことじゃないかな、そう、あの喋ってる途中でこうね、愛の手入れる分にそこでこうもああ思うとかって余計なこと言うとまた話こんがらがるじゃん、だからとりあえずは相手の人の話が終わるまでずっとこううん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 つってね聞いてあげる、聞くっていうだけでだってそれ悩みが多分半分になる、減るからさ、あと半分でしょ、もうあと半分楽じゃないですかねそうなっていくんだと思う、だから話をよく聞こうっていうことでした、はい、それが今降ってきたんで多分そうだと思います、はい、なのでエンディングいきます、いきますよ、ついてるよ、ついてるともみん、ついてるともみん、へいへいほー、いいことあるぞー、あついてるともみん、はい、この動画を見てくださいました皆様に全ての良きことがなだれのごとく起きます、ついてるともみんでした、チャンネル登録よろしくお願いいたします、本当に励みになります、コメントもちょっとタイムラグができてすいませんがお返ししていきますんでもう少々お待ちください、ついてるともみんでございました、じゃあねー、バイバイキン、ウィンウィン。